初戦です。世界最高峰の舞台を目指し激突です。日本国国歌お聴きいただきます。サポーターに埋め尽くされた美しい劇場、ビューティフルゲーム、サッカー。勝利への闘志を燃やすもの、雰囲気に飲まれん、己に喝を入れるもの。心、技、体、心技体、試される旅が始まります。キックオフです。インターナショナルカップ本戦グループリーグ初戦、コロンビア対日本。まずは1点が欲しいところです。クアドラ、原口、これはつながりません。来た、シュート、川島、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、この難しいボールによく触りました。日本危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ドリブルで上がっていくハメス・ロドリゲス、ディフェンスをものともしません。おっと、よくカバーしましたよ。岡崎、本田からのフィードボール、おっといいボールでしょう。ここで受けて、どうだ、クロス、あ、ダメだ、触る、アリアス、マクネリー・トーレス、マクネリー・トーレスから縦へのボール、右サイドへ振って、緩く狙ったボール、スルーパスを出す。長谷部からアーチのようなパス、抜けてくる、クロスが上がる、岡崎のシュート、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。まあ、サイドをね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、ええ、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。なるほど。日本、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。この柔らかいパスと呼んでいた森重、原口へスルーパス、岡崎に渡る、抜けた、勝負のシーン、ちょっとつくことができなかったか。ディフェンス陣非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね。ここはすぐ奪い返します。コロンビア、ハメス・ロドリゲス、行きましたよ。このボールはつながりません。マクネリー・トーレス、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。吉田、右サイド上がっていきます。
原口から岡崎、岡崎から酒井、上げる、ボールはアメス・ロドリゲス、岡崎、岡崎からこのフィードパス、ルーズボール、これはアリークロス、来たシュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。コロンビア絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。プレスからボールがこぼれる、アーチのようなパス、いいボールでしょ、抜けた、これ仕掛けるか、自分で行く、さあ右へ預けてクロスを上げる、うわ惜しい、大きく縦、森重このボールに触ります、カウンターを仕掛けていきます、原口裏のスペースへ、岡崎、さあ上がる、頭防ぐ、おっとルーズボール、さあどうだ、香川、今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。長谷部から原口、シュート、いやードリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね、日本チャンスを迎えたシーンがありました。アメス・ロドリゲス、さあこれでカウンター、いけるか、開きましたよお前、シュート、天敵、いやいや、ナイスセーブ、そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたね、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ヘディング、わずかに左へ逸れてきます。コロンビア入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。日本としてはなかなかね、攻めにくそうにはしてましたけども、シュートシーン意外と多かったですね。0対0のまま後半に入ります。ではセカンドハーフ見ていきましょう。日本としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。裏のスペースを狙う、このスルーパス、ちょっと伸びてしまいました。吉田、酒井、大きくサイドチェンジ、長友へ、香川、ふわっと裏を狙う、長友へ、本田、本田から岡崎、プレッシャーどうする、香川からスペースに出る、一旦戻します、森重、カルロス・サンチェスから右サイド、オフサイドです、
最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどもね。コロンビアとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識で、どうでしょう、シュート、ポスト直撃、コロンビア危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、ムリエ、さあカウンターのチャンスになります。ロングフィードで狙う、いいとこ入りますよ。さあボールはロドリゲス、上げてくる、ルーズボール、コロンビア奪い返します。シュート、日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、1回の攻撃では進まない中でいうと、うまくボールを拾えてるのかなと思いますよね。オスピーナ、森重、このボールをカットします。長谷部から大きく縦、岡崎から乾、乾から岡崎、クアドラ、コロンビア、これは奪い返します。ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。サイドのスペースへ走らせる、ハメス・ロドリゲス、お、いい形でしょ。ハメス・ロドリゲスからのクロスボール、まだある、もう一度来た、ヘディングでした。まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったり、いいことによってこういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。なるほど、スルーパスを出す、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。長友、川川、素早いパスで攻め上がっていきます。アーチのようなパス、いやいいボールだ。ここは間合いを取る、中へのクロス、アウトまで来た、決まった、先制日本、日本ようやく均衡を破りました。ようやくですね。アーティスティックなクロスが頭に届いた、いいシュートでしたね。セラスを突いてしっかり頭で決めてきましたからね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。日本、この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね。カルロス・サンチェス、マクネリー・トーレス、カルロス・サンチェス、もう一つ前に行きたい、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。吉田、原口、本田へ、香川から右へ、サイドを縦に走らせます。おー、いいオーバーラップですよ。抜けてくる、クロスが入る、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。吉田、
イドのスペースを使います。さあボールはクアドラードへ。いい形じゃないですか。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところでしょうね。乾から香川、シュート、すごい反応を見せました。オスピーナ、いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。大迫、さあつながるか。香川サイドを使う。さあ長友へ、どうだ、アウトだ。いやー追加点、日本、日本、これがダメ押しゴールになるのか。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあ日本、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね。もうじここで笛です。2対0、日本緊張感漂う初戦で見事勝ち点3を獲得。幸先のいいスタートを切りました。この初戦を勝ったことが第一歩であり、その歩幅は大きなものでもあります。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては最高の滑り出しになりましたね。やはりグループリーグは勝ち点の争いが激しいですから、初戦から3ポイント取れたというのは大きなアドバンテージになりましたよね。はい、そうですね。